旧旅順洋行部長者旅順洋行部とは、旅順にあった、旧日本海軍の洋行部である。この校では、前身の旅順陳述府、後進の旅順警備府を含めて記述する。1894年12月、日清戦争時に、日本海軍が設置した旅順口根拠地を行使とするが、日本が三国干渉により、両島半島を返還したことに伴い、 旅順口根拠地を1896年2月に廃止した。1904年8月、日露戦争時に旅順口守府条例が制定され、翌年1月、旅順口の占領時に旅順口守府が設置された。その任務は、航海、両東海湾方面の占領地の海岸、海面の警備、防御、諸葛部隊の統括であった。兵員配備。 補給は、佐世保鎮守府の干渉であった。1906年9月25日、旅順鎮守府条例が制定され、同年10月1日に施行し、旅順鎮守府と解消した。その任務は、関東州の海岸海面の警備、防御であった。鎮守府司令長官は、天皇に直指式化艦隊艦船部隊を統率し、軍政に関しては、海軍大臣の指示を受けた。 1913年3月5日、鎮守府条例を改正し、干渉事項を警備と防御計画に変更した。1914年3月14日、旅順要工部条例が制定され、同年4月1日、旅順鎮守府に変えて、旅順要工部が設置された。その任務は、旅順と付近の海岸海面の防御、警備と、軍需品の配給であった。 陽光部司令官は天皇に直令指揮下艦船部隊を統率し、軍政に関しては海軍大臣の指示を受け、艦政に関しては佐世保陳府司令長官の指示を受けた。1922年12月1日、旅順陽光部は廃止され、防御、警備は旅順防備隊に移管された。百三十三年四月、旅順陽光部令が制定され、 同月20日に、旅順要行部が再設置された。その任務は、所管警備区の防御、警備、満州国沿岸警備、所管の推進準備であった。要行部司令官は、天皇に直令指揮下艦船部隊を統率し、軍政に関しては、海軍大臣の指示を受け、艦政に関しては、佐世保陳述司令長官の指示を受けた。1933年9月、 司令官は、作戦計画について軍令部総長の指示を受ける、こととなった。1936年6月、完成に関して、佐世保陳府司令長官から独立した。1941年11月20日、目前に迫った、日米海戦に備え従前の要項部は警備府に、改編され、旅順要項部は、旅順警備府となった。 しかし、1942年1月15日をもって、定員を置かず、旅順警備府は、実質的に廃止された。ありがとうございます。